それとね、外側の世界ではね、そのうちは大麻を吸わされてた次元が多いから、で、まあ、勝負させられてたり、それを直すために巫女になったりした次元もあって、それの時もまた、まあ、大麻を使うわけで、で、結局、うちのね、マトリョーシカっていうのはね、マトリックスもマトリョーシカもね、そんなもタイマー今更使わんでもいいぐらいなんですよ。皆さんの体も。実は。ね。だから、その、これより さらに使っちゃうというか、もうちょっとでも使ったらね、そもそも、犯されるからね、帰って、動物霊に。え、動物霊退治のためにタイマー使ってたんでしょうと。うん、そうやねんけど、使ったら犯されもするよ。要するに交通が良くなるだけやから、出て行きやすくなり、来やすくなる、ね。で、出て行かせて、そして来ないようにするためには、って言ったら、もうそれはもう薬なんか関係ないから。哲学の強さ。で、その強い哲学を本当に生きてますかっていう問題。それしか動物霊を排除できへんから。でも、もう溜まってしまったもの、一気にデトックスするときに、大麻使ってただけやから、慎重に取り扱わなあかんねん。通通にするために使ってんのちゃうかったから。ね。抜くために、わっと出して。でも、そうだとまた、わっと入ってくる。まるで、ナトリウム、カリウムのそのね、イオン効果みたいに。ね。出ていったら入りやすくなる。入ってたら、入りにくくなる。出にくくなったらあかんから抜くかもしれん。詰まりすぎたら出にくいから。そういう呼吸してるようなもんですから、細胞同士もね。で、その循環をタイマーよくするけど、そのデトックスの時に、もう、本人が、ご本人たちが、モンスターみたいな思考回路に、一気に染まるでしょ。ほんで、人にも迷惑かけるでしょ。しかも、人にも現れようとするでしょ。ね。で、大した哲学もない。強くもない。強い哲学で生きてもいない。生きようという意志がない。そんな人たちに大麻使ったらあかんって言われとって。うちらヤマンバはな。だからあんたには使わへん言うて。そんな奴らばっかりやから。それよりもどういう哲学をやったらどんな病気になるかとか、そういう研究の方が大事や、むしろこれからの時代は。あら、恐ろしいやろ。その方が大事やねんで。その方がほんまの治療やねんで。どんな哲学やったらどんな病気になるのか。それを解明もしてないのに、医療大麻解禁なんかありへん。